きチャンネル。こんにちは。さあ、ほら、いきなり。そうですね。嫌な予感がする。このコメント、この動画が荒れるんじゃないかっていう。荒らすんですか？ゲームセンター嵐やな。ゲームセンター嵐？ゲームセンター嵐。ゲームセンター嵐？知らんの？うん。知らんの？何ですかそれ？ゲームセンター嵐って何？ゲームセンター嵐って漫画です。めっちゃうまいんだよゲームが。だから、はい、神業でっていう漫画です。こっち誰も分かってないです。ついてこいよついてこいよほんと常に俺を一人にしんといてくれ。もうちょっとこっちにもちょっと載せていただいて。いやいや、そうですよ。知ってると思うやん。あったやろ。生まれてないですね。生まれてない。生まれてない。79年。そうなん。はい。鈴吉三平は？何それ？鈴吉三平。鈴吉三平？釣り吉。釣り吉三平？釣りバカにしは知ってますよ。いやいや、もうそれ最近じゃん。知らんの？鶴吉三平知らんの？知らないですね。ほらコロティックも先生も知らない。そうです。困ったことは時期さん。佐藤さんのいい時期なんでしょうね。なんか。小学生とかですか？うん、俺76年生まれだから幼稚園とか、ね、あ、幼稚園とかで、じゃあもうちょっと経ってからこうよ、まあそうだね、うん、知らんの？知らないですよね。釣り吉さんって。じゃあ武蔵は？武蔵武蔵の剣は？武蔵の剣、うん、武蔵の剣知らない。知らんの？武蔵の剣知らんの？ええー、ファミコンのゲームにもなった武蔵の剣知らない。ファミコンはセーラームーンとドンキーコングやってました。ドンキーコング俺らの時代よ。ドンキーコングめっちゃ好きでしたよ。そうなの。はい、スーパーファミコンで、こうやって1回上がって2回目のところでゲームセンターのやつだったらチュチュってやって飛んだらワープするっていう裏技ある。へえ。このままの人がチュチュって横ってこうなったらダメなんでチュチュって横だってジャンプしてる。ちょっとよくわかんないですね。わからんの？うん、ちょっと何言ってるかわかんないですね。え、じゃあファミコンの上上下下左右左右 BA 知らんの？何ですかそれ？裏技でそれやったらもう最初からもうバリアとか全部ついてるんだよ。何にですか？何？飛行船飛行船飛行船？もうごめん、何の話してるか分からないですね。本当。飛行船何のゲーム何の飛行船なの全く分かんないですね。そうなの。はい。ちょっと日本ハムファン怒ってますよ。日本ハムの話題なんじゃないのって言って。そうそう、今日日本ハムよ。はい。日本ハムのね。まあ今年の収穫で言えば、もうビッグボスがいろんなことやって、いろいろ試して、選手も理解したんじゃないのかっていうのがもう一番の収穫だよね。はい、でもそれでどう乗り越えていくかっていう、もう今、話してて、俺、覚えてたやつ忘れてもたやん。で、はい、まあなんて言っても、やっぱね、課題としては、まあ、投手陣、はい、防御率 3.46 と、ワースト2位。はい、でリリーフ 3.26、 あ、先発が 3.26。 先発はまあまあいいのよ、完璧な、まあめっちゃいいわけじゃないけどめちゃくちゃ悪いわけでもないっていうね、はい、パ・リーグの中だったら3位ね、でもリリーフがやばいんだ。へえ。 3.83、はい、ダントツドベです。へえ。救援防御率が、はい、だそういったところで、まあだから俺はね、やっぱ北側の開幕投手はやっぱちょっといらんかったんちゃうかと思ってるんだよね。まああれはあれでこう話題っていうか話題性はいいけども、やっぱこのその後またなんか先発で最後後ろ行ったりとかしながら、新人ってただでさえ難しいのに調整するのが、それが先発したりやっぱりリリーフしたり抑えしたりリリーフしたりって言ったら余計難しいから、やっぱそこら辺はもう最初からリリーフなんだったらリリーフでずっとやった方が俺は良かったんちゃうかって思ったけどもね。でまあ宮西がね、今年50試合連続出場が止まってね、で昨年堀もね最優秀ホールド取ったけど今年はね、まあ取れなかったっていうところで若干後ろがバタついたね。そうですね、堀投手もそうか、防御率 5.82 なんだ。うん、それが一番やっぱきつかったよね。でクオリティスタート率も 47% と、はい、パ・リーグ4位、で被打率が2割4分とパ・リーグ2位だから打たれてんだよね、やっぱりね、ヒットをね、しっかり、で援護点が援護率 3.50 っていうのは4位っていうね、まあでも4位で援護はしてるんですね。だからやっぱ救援だね。はい、であとはやっぱりそのね、いろんな策やりすぎて、それハマった時もあるけど、ハマらなかった時も多かったから、それによってやっぱ勝ちをね、拾えたのもあるけど、拾えながらちょっと博打的な要素もね、多かったかなと。でチーム打率が2割3分4厘と、パ・リーグ4位、はい、でその中で打点が441と、西武に次いでワースト、パ・リーグ。ああ、そうなんだ。西武がでもワーストですか？一緒、441点一緒。一緒か。ワーストっていうところがね。で、なんと出塁率が2割9分2厘と、ワースト。2割台よ。あれ出てないんだ、出塁率が。だからその要は新庄監督のもと積極的に振っていこうという策でいく分から出塁率が低いっていうのもあるかもわかんないけども、その積極的にいこうっていう中で積極的にいって結果を残せてないんだよね、ヒットっていうね。まあ打率も別にね、その4位っていうところで A クラスにいるわけでもないし、出塁率はなんと唯一の2割台っていうところでワーストになってるっていう、その積極的に行くことは悪いことじゃないんだけども、それが当てずっぽだけで振ってても意味ないからね、仕留めないと。でそれが結果として結びついてなさすぎるっていうね。でフォアボールが352とワーストなのね。でその次にフォアボールが少ないのが420個のソフトバンクだから8の68も空いてるんだよ。あ、そんな違うんだ。でデッドボールの数も39と少ないのね。少ない。だ要はそのもうまあ初球から打ちにいってるっていうのもあるけども、その相手バッテリーからの怖さっていうのも少ないのかなっていうね。デッドボールが少ない、まあ避けるのがうまいっていうのもあるかもわかんないけどね。だからここだね、改善どころは。やっぱりその積極的に打ちに行くことはいいけども、その中で結果に結びついてないから、ただ単に積極的にやぶから棒に振ってても結びつかないからね。だからそれも全部今年は練習やと、そうやって積極的に打ちに行くことを試合の中で学ばせるから、結果なんてどうでもいいんや、だったらいいけどね。でもこれがもし来年も続くようだったら厳しいね。そうですね、改善していかないとね、やっぱりね。でもう一つが積極的にね、盗塁も企画していくわけよ。はい。ね、盗塁も企画していくんだけど、なんと成功率が5割9分7厘と、もう6割も切ってんのよ。うん、そうなんだ。だからほぼほぼ、もう3分の2以上を、だからまあ 60% だね。うん、60% だからもうほぼほぼアウトよ。そうですね。うん。やっぱ 60%、だから走るのは走ってんだけど、それが盗塁という記録に結びついていかないっていうところはもったいないけど、でもこれがね、いや今年はいいのよ、それ走ることを覚えさせて、アウトになってもどこまでいけるかを学ばせるから、そんな成功率なんて悪くてもいいのよ、来年のために。だったらいいけど、来年もこれだったらやばい。そうですね。だから一番ハムが難しいのは、今年勝てなくてもいいからいろんなことをやらせて、その中で学ばせて来季以降に行こうっていうんだったら、こう全部悪いところもまあまあいい感になるんで、ここが難しいよね。だ今年試したものがすべて来年またうまく回っていって、選手も学んでこう成長してうまくいけばいいですよね。そうそう、そしたらいいのよ。でももしこれが来年も一緒だったらやばいね。正直ね。まあでも新庄監督がもう全然今年と来年は気持ちが違うわけじゃないですか。うん。まあ監督が気持ち違ってもね、やる選手は一緒だからね。あ、まあそうですね。そこを改善していかないといけないし。でエラーが79個とパリーグワーストです。はい。人工芝で。エラーそんな多かったんだ。ってなった時に来年から天然芝になるわけよね。はい。でそうフィールドになるから。はい。でそれによってひょっとしたらよ、まあイバスさんみたいにいや、土の方が簡単ですっていう選手もいるから、人工芝より、もういるけども、仮にもし来年天然芝になって球場が変わることによって、このエラー数がより増えたらかなりやばいね。そうですね。今年人工芝がホームチームなのに79個とダントツ、で5位が西武の69個だから10多いからね。まあでもコンディション違うと選手ももしかしたらやりにくいってなるかもしれないですからね。そう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 、だからそこら辺はね、どうなるのかっていうところとね、積極的に打ちに行くってなってるじゃんね。積極的に打ちに行く、だからフォアボール少ないんや、なのに三振の数がパ・リーグワーストです。三振の数が、パ・リーグワースト、はい、だめっちゃ三振してるってことですよね。1148っていうね、だからめっちゃ三振してるわけよ、はい、だから要は積極的に振りに行くけど、仕留めきれず、追い込まれて三振してる、はい、でフォアボールの数も少ない、だからそこら辺がちょっとやばいね。そうですね、積極的に振っていって仕留めなきゃいけないところがね、で追い込まれたら結局もろいっていうね、はい、ところが出てるわけよ、だからフォアボールを選べない、っていうところがね、課題だね。そうですね。でもそれってもう選手一人一人の問題と、あとはその教える方がどういう待ち方をするのかとか、はい、それまでに仕留めれるようにどういうアジャストの仕方をするのかとか、っていうのは伝えなきゃいけないかもわかんないけども、そこら辺が気になるね。このデータ上では、まあね、やってることを1年間見たときには積極的に初球から振っていく、振りに行く中でっていうところで積極的なところがあったことは事実だけども、はい、それによって打率っていう成績が著しく高いわけでもないし、その中でフォアボールの数がめちゃくちゃ少ないっていうことで、積極的に早めに終わってるからそうなのかなと思いきや、追い込まれてる数も結構多くて三振は一番多い、だからちょっと改善の余地はかなりあるところですね。かなりまあしなきゃいけないかなっていう、でその中でまだね、近藤の FA 先がまだ決まってないっていうところで、万が一抜けたらさらにそこが落ちる可能性あるから、成績がね、だからここら辺も、まあ、新しい外国人選手も取るだろうし、ここら辺の絡みはね、あれかなと。でもキャッチャーがね、まあ、伏見が入ってくるっていうところでね、宇佐美とね、そこら左、右のところで併用もあるだろうけども、うまく回るかもわかんないっていうところではね、あるけども、ちょっとそこ、打線はね、気になるね、まあ、ピッチャーでいうと、もう完全にリリーフだね、もうそこまでカチンって、やっぱりこの後ろはまってないからね、前でいうとね、加藤がね、投球数少なくて、でしっかり結果残すっていうね、しかも剛腕タイプだと分かるけど、テクニカルなピッチャーなのに球数少なくて緩急で抑えれるっていうところは非常に価値あるね。マダックスでしたっけ？そう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 、100球以内で完投とか、いや加藤投手今年防御率も良かったですしね。で噂でしょ。でね、ポンセがいいからね。ポンセ投手。だからやっぱ先発の頭数はいい。だからもう一人二人欲しいけどね。伊藤大海投手って、だからひょっとしたら守護神やるかもっていう噂もあるしね、だから前行くのか後ろ行くのか分かんないからね、どっちかなっていうところはあるけどもね、先発はいい形で揃いつつあるから、やっぱりリリーフだね、改善しなきゃいけないと、バッターのそういうところはね、ちょっと改善しなきゃいけないかなっていうところはあるけどね。あとでも、加藤豪介選手とかも入るじゃないですか、そうだね、楽しみですね、だからセカンドとかね、ひょっとしたら入ってくるかも、ちょっと厚み出るかもしれないし、どういう活躍をするのかという。来年はね、優勝以外、2位以下は一緒やっていうところでね。これがもう騙せられるからね、そういったところは気にして見ときたいね。そうですね。どうなるのかね。はい。